どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと。えー、今回雑学の回ですね。はい、続きやります。子供に受ける楽しい雑学2、えー、坪内中太さんの本を、えー、一部抜粋して読もうかなと思います。はい、では早速、前回の続きから、えー、僕が 勝手に抜粋して、えー、これいいんじゃないかな、みたいな感じで、えー、インスピレーションで喋ります。はい、まず最初は、えー、金縛りはなぜ起きるか。寝ている時、圧迫されるような嫌な感じがあって目が覚めると全身が動かなくなっているというのが金縛りだ。経験のある人もいるだろう。これは医学的に睡眠麻痺といい、睡眠サイクルのレム睡眠の時、起こる。 現象であるレム睡眠の時は夢を見ており体は眠っているのに脳は活動している。すなわちこの時目が覚めると意識ははっきりしているのに体は眠っていて動かない。確かに気味が悪いが心霊現象ではない。これは半分合ってると思います。はい。僕専門家でもないのであれですけど僕は金縛り経験者なのでめちゃくちゃ。えっ、ー、と、確かにこの状況もあります。はい。僕は心霊体験もしているので心霊体験の金縛りとそうじゃない金縛りの違いが分かるんですよ。 はい。一瞬でわかります。あ、これ今来るやつだな。来ないやつだなっていうのが。なので、心霊現象ではないと言い切るのは間違いだと思います。個人的には。はい。しょっぱらから否定してすいません。<laughs> はい。年を取るとなぜ白髪になるか。年を取ると体のいろんな箇所が、えー、衰えてくるのは自然の摂理だから誰も止められない。 髪の毛が黒いのはメラニンという色素が含まれているからであるこの色素は毛根にあるメラノサイトという細胞で作られるがこの細胞は個人差があるものの年齢とともに消えていく運命にある消えればメラニンのない髪の毛が生える白髪だメラノサイトはストレスによっても消失するので恐怖のため白髪になることもある まあこれはね、じゃあなぜ個人差があるのかっていうところまでは追求しないですけれども、まあそこがまだよく解明されてないらしいんですよね。えー、食事なのかとかね、ストレスだけではないのかとかね、よくわかりませんけども、まあこういうメカニズムがあるということですね。なぜ一日一食蕎麦を食べると健康にいいか。効能ガキを置いてある、えー、蕎麦屋も多いのでよく知られていると思うが、ルチンというビタミンの仲間を含んでいる。 このビタミンは毛細血管の弾力性を高める働きがあるので、血圧が気になる人は、人には特にいい。動脈硬化や、えー、脳出血の予防にもなる。その上、膵臓からのインシュリン分泌を促す働きもあるので、糖尿病にも良い。一日一回蕎麦を食べれば、必要量が摂取できるので健康に役立つ。はい。蕎麦は美味しいですよ。はい。健康にもいい。えー、効きますね。消化も良い,いし。 僕も一日一食そば食べてるわけじゃないですけどね。ディーンの池森さんみたいに昼必ずそばっていう。ではないですけどそばは結構よく食べます。はい。朝型人間と夜型人間の体はどこが違うのか。朝型か夜型かは脳の違いではなく体温リズムの違いである。運動すると体温が上がることでわかるように活動している昼間の体温は上がり、夕食を食べ入浴し、寝る前に最高になる。横になると下がり、そのせいで眠くなる。そして気象の数時間前に最低となってまた上がる。 これが朝型人間のリズムだが夜型人間のリズムはこれが数時間ずれているただしこのリズムは努力すれば変えることができる人前で上がった時深呼吸するとリラックスできるなぜか野生時代の人は敵に遭遇した時脳の指令で心臓の鼓動を速くしいつでも行動できるように体をが準備したその名残で我々は緊張すると心臓がドキドキし上がるのだがこの指令は脳が勝手に出すものなので意思で左右できないがただ一つ方法がある深呼吸をするのだ まず息を吸いその後できるだけゆっくり吐き出すこれを繰り返すと時々が収まりリラックスできる、うん、それはなぜかどういうメカニズムかもっと詳しく聞きたいんですけどみたいな。 赤ワインはなぜ体にいいか脂肪分の多い肉食中心のヨーロッパ諸国では心臓病で亡くなる人が多いがフランスだけその比率が高くないフレンチパラドックスと言われるこの現象は赤ワインをたくさん飲むからだろうと考えられていたが最近その因果関係をフランスアンジェ大学の研究グループが証明した赤ワインは血管内で一酸化窒素を発生させその作用で血管を柔らかくし弾力性を増し心臓病の危険を低下させるのだという うん、信憑性ちょっと薄いですけど勉強は一夜漬けで頑張ってもダメなぜか人の記憶にはとりあえず覚えておく短期記憶といつまでも覚えておく長期記憶がありそれぞれ貯蔵庫に収められる新しい情報は全て短期記憶の貯蔵庫に入れられるがそのままでは消え去るので大切な情報は長期記憶の貯蔵庫に転送しなくてはならない脳がこの転送作業を行うのは夢を見ているかなり深い睡眠期間中なので勉強の後はぐっすり寝た方がいい 一夜漬けはダメとは言い切れないですけどね <laughs> さっきからどうにか否定したい俺 <laughs> すいません <laughs> 自転車やスキーは一度覚えたら忘れないなぜか記憶は普通脳の,の海馬海の馬ですね海馬に取り込まれ整理され必要な情報は人間の脳と言われる大脳神秘質に収められ いつでも引き出すことができるがこうした記憶とは異なり自転車、スキー、楽器手仕事などは体で覚えた記憶であるこの記憶は大脳ではなく小脳に保管される何度も繰り返し練習して得られる記憶だから上達すると増幅され引き出すときは意識しなくても体が勝手に動くようになっている,なるほど蚊に刺されるとなぜ痒くなり膨れるか蚊は 口である管を人の皮膚に突き刺して血を吸うが、ただ突き刺すのではなく自分の唾液を送り込む。唾液には血液、え血小板を凝固させない作用があるほか、吸血しやすくするタンパク質などが含まれている。これが皮膚に触れるとアレルギー反応で痒くなる。刺された箇所には残された唾液を洗い流そうと血液が集まってくるので、膨れて盛り上がる。血を吸うのは交尾を終えたメスの蚊だけである。顔にはなぜ鳥肌が立たないか。 猿は寒いと毛を立てて暖かくする寒さに刺激された交感神経が毛の根元にある気毛筋を収縮させ毛を引っ張り立たせる人も寒いと交感神経が気毛筋を緊張させて毛を引っ張る毛が立つと毛根が盛り上がり皮膚の厚みが増し毛細血管が収縮するので体温の放出が抑えられるただ顔はいつも外気にさらされているので寒さを感じにくい しかも血行がいいので、肝菌の収縮率が小さい。鳥肌は立っているが、目立たないだけだ。立ってるんだね。歯を磨いた後、朝食を食べると変な味になるのはなぜか。食後の歯磨きが一般的だが、 起き抜けは、えー、口の中がなんとなく不快なので歯磨きリフレッシュする人も少なくないしかしその後の朝食の味が変に感じたことはないだろうかこれは練り歯磨きに含まれている発泡剤かっこ海面活性剤のアルコールが味を感じる、えー、舌の味じらいを麻痺させるからだ発泡剤を入れているのは泡を立て、えー、練り歯磨きの成分を口の中に行き渡らせるためだが量が多すぎ体によくないという警告もある、はい もう警告もあるじゃなくて体に良くないんだよ海面活性剤って言ってるじゃないです絶対体に良くないでしょはい個人的には歯磨き粉は基本的に使ってません宇宙服なしで宇宙空間に放り出されたらどうなるか地上から 350km の地球周回軌道を回っている国際宇宙ステーションには常時宇宙飛行士が滞在しているがもし仮にここから宇宙服なしで外に飛び出したらどうなるだろうか そこには気圧ゼロの真空に近い状態だから、水分を沸騰させるための熱エネルギーは必要ない。すなわち、血液、リンパ液、脳症、細胞液など、人体の70%を占める水分が瞬時に沸騰してしまうのである。即死だ。うん。知ってる。<laughs> という感じですかね。はい。以上でございます。また、まだ続きありますわ。はい。時間ある時喋りますんで、聞いていただけたらなと思います。二次論戦この辺で終わります。さようなら。